はい、お伝えします。台風8号ですけれども、午前5時ごろ宮崎市付近に上陸しました。午前5時ごろ宮崎市付近に上陸しました。今後の予想進路なんですけれども、現在は宮崎市付近にあります台風、北西方向に進みまして、朝のうちに熊本県、お昼ごろに佐賀県を通過して、その後夕方ぐらいには初島に達するというふうに見ています。で、現在この台風の中心から特に北側で大変風が強まっています。これまでの最大瞬間風速、宮崎空港で 39.6 メートル、そして西都市で 34.5 メートル、そして先ほど5時過ぎには宮崎市でも 31.2 メートルを観測しました。特にですね、この台風の北側にあたるエリア、今後は大分の南部や熊本県、そして九州北部に関しては暴風に対して厳重な警戒が必要です。宮崎県についてはこの後数時間は40メートル程度の突風、さらに九州北部、福岡や佐賀、長崎も、今日の朝から昼頃にかけては30メートルぐらいの突風が吹く可能性があります。暴風の恐れがありますので、厳重に警戒してください。で、雨の方です。今後の雨の予想ですけれども、こちらも台風の中心から主に北側に活発な雲があります。この後動かしていきますと、北西方向に台風が進むにつれて、その雨の範囲も北に広がっていく予想です。で、時間雨量にしますと、特にこういったエリア、強いところでは1時間に80ミリの雨が予想されます。そしてお昼ぐらいになってきますと、九州北部で、さらには島の方にその雨雲を進んでいくんですけれども、午後になっても強い雨が継続する可能性があるのが大分や宮崎、そして高知県となります。台風から離れている高知県についても、南からの湿った空気が今夜にかけて継続的に入ります。明日朝までのトータルの雨量、宮崎県や大分の南部、そして高知県では400ミリに達するところが出てきます。風に加えて大雨に対しても厳重な警戒が必要です。台風から離れているところでも今回は油断できないということになります。今回の台風8号、先ほど午前5時ごろに宮崎市付近に上陸しました。今後北上して九州北部方面に進んでいく予想です。広い範囲で警戒をお願いしたいと思います。以上、台風の上陸についてお伝えしました。